こんにちは今日は第18回の講義の追加をいたします。というのは、えー、この表示をしているものは実は、えー、本に仕上げる一歩手前のものもを使っていますそれで私も前回話していて気が付いたんですけども 重要なことに気がつきまして、えー、日本国憲法全文の第一段落を読んだんですけれども第一段落の文が4つあるんですでその4つのうちの、えー、116117ページですけれどもこの二、丸三という3つの部分については印つけをしてあったんですけれども。 次のページの4から後の印付けがなかったんです。というのは今お話ししたように、えー、本に仕上げる一歩手前の段階の原稿を表示してますんでこのあと私が書き込んだ手書きの部分が抜け落ちてるんですね。でそれを追加したものを今日は第18回講義の付録のような形でお話をしたいと思います。 それは次の部分です、ね、丸4ですすねこれはあの見やすいように赤で入れました。でこれどういうふうに付けたかといいますと「四はこのまま読みますとここに主権が国民に損することを宣言しこの憲法を確定するとでここで問題なのはこの「ここという指示語」ですね。 でここの「ここに」というのはまあ指示語というよりは、えー、接続語的な役割をしているでしょう。つまり「ここ」というのはこれまで述べてきてこの段階においてと何を言うかと言いますと山括弧が主権が国民に損するということを宣言するんだと。でこれは主権が国民に損するというのはいわば あの命題の形文の形で述べられていますつまりこれが、えー、憲法でよく言わ日本国憲法で言われます主権・在民の根拠になっているんですけれどもちょうどこの山括弧の部分が、えー、挿入のような形です,、ね、ですから主権が国民に損するというのは前に戻りますと。 何が述べられているか特にはここでは述べられていません。で主部は日本国民は宣言しとそしてこの憲法を確定するというように日本国民がこの憲法を確定するのだというねそういう文の形ですで。次の段階ですけれども えー、主権が国民に損するということのいわば補いのような形になるでしょうかね、えー、二つ目の文です。そもそももとでこれは何かというともともとそもそも本来はとで国政はというのが主部になっています。 でこの部分を書き出したのが、この左のページですね。この赤でつけときましたけども、国政の国政の国政によるとありまして、権威、権力、福利とあるんです。それがこの印付けにおいては、3つの、あ4つですね、山括弧がありますね。まず国政は国民の厳粛な信託によると。 で、印のとこだけ読みますと「国政は信託によるものと」と「信託」というのはちょっとね言い回しが変なんですけど「信じて預けると」でだ預けられたというふうな言い回しなんでしょうかねとてもあの日本語として不自然ですけどもそしてその後にあるのが「その権威は」一つ目です。で、次にあるその権力はと でその「福利は」というふうに「そのそのその」そのと指示語が、えー、あるのを四角で囲みました。でそれぞれがまず一は権威その権威というのは国政の権威だろうと国政の権威というものは国民に由来しと由来っていうのはどういう意味かというとおそらく、うん、冒頭にあった、えー、選挙によるここ、えー、国会は 正当な選挙によるうん大、えー、代表者で運営するとですからここでは国民というのはつまり選挙が国民の選挙が代表者を選んでるとつまりそこ,そこがその権威を与えてるんだと。で権力というのは国民の代表者がこれを行使するこれはの選挙で選ばれた代表者ですね。で3番目その福利、まあ、利益は国民がこれを享受するというね。 この十の部分を線を線引っ張りましたそして今の三つを抜き出すとこの丸で囲んだこれがある意味では前に述べられた国民主権というのはこういうことを意味することなのだと考えられます。で最後にあるのが三文目です。 で3分目にきましてこれは人類普遍の原理だというふうに書いてあるで人類普遍の原理って何ですかで,でありこの憲法はかかる原理に基づくものつまり人類普遍の原理とかかる原理というのはほぼイコールになるわけです。でこれというのは何かというと前にたどりますと今の3つの国政の権威と権力と福利それを 国民がうんぬんということはあるんですけどもそれを人類普遍の原理といいううふうに書いてますでその憲法はその原理に基づくんだその原理をもとにしているんだということがこの3文目で書かれていますね。で、えー、この第2文です「国政の構造」。 国政は何かということを私が見出しをつけたんですけど、つまりこれが、えー、人類普遍の原理。これ前にもお話し,しましたけども、国民が選挙で選んだ代表者に権力を与えて行使させ、その結果が国民に返ってくると。これがどうも人類普遍の原理ということの具体的な内容だと思うんですけどもね。これが人類普遍と言って良いのでしょうか。 である意味ではこの日本国憲法が人類普遍といってそれをこう絶対化しているような面も感じられます。で4分目ですけどもねで「以上をまとめて我らは」とまとめて山括弧でこれに反する一切の憲法法令及び省直を排除すると我らは排除する、まあ、我らは日本国民ということでしょう。で これに反するのこれは前を受けまして、えー、人類普遍の原理、えー、さっき今私が太字で書いて要約したものでこれは、えー、人類普遍の原理であって、うん、そういう原理で憲法が作られている。だから4に来て我らはこれに反する一切の憲法法,法令及び省直。でこれというのは 何かというと、えー、2つで私はこれというのはこの憲法というふうに読んだんですけどもね人類普遍の原理つまり今のここに書かれているこの憲法については人類普遍の原理に基づいているんだとでそ,れはそれとこれが重なってくるんですね人類普遍の原理で書かれたこの憲法とほぼイコールでこれだと。 ですすすからそれに反するる。一切の憲法法令及びを排除するつまり今のここに書かれている憲法はこのこれに基づいている人類普遍の原理だとでそういう憲法と反するものは憲法でも法令でも生殖は排除するんだというねそういうくくりになってます。我らはこれを排除する。 という3つとして憲法法令省直が挙げてあるこれもあのこんな印をつけてみるとどういうことが語られているか明確になると思いますでもう一度まとめを述べておきますとこの終わりの4行ですねこの段落で私が一番気になっているのはえこの排除するということが書かれているんですけども どう国民がどうやって排除するのかでこれについても国民が直接行動をするというふうなことはこの憲法には書かれていないだろうで選挙によって選ばれる代表者によって行われるということになるだろうで問題残るのはどこまで代表者の権力の行使が許されるのかということですね。でそれは国民に対して振り返ってくる。 つまり信託ですからね代表者に権力を預けているんだとでその預けた国民が逆に代表者に支配されるというと変ですけど権力を振るわれるということもありうると。でまた選挙という多数決の原理と民主主義の原理との関係が根本的な問題になるだろう。 ですからあの日本国憲法というのは民主主義というのを考える時にその選挙の問題特に政党に選挙された代表者というのが大前提であるということそしてその代表者が、えー、選挙をした国民に対してどのような権力権威を持つのかということが、えー、ずっとこの根本として 問われることになるのだと思います。以上が、えー、印付けをしたところの追加であります。どうもありがとうございました。これで終わりにします。